伊央島航空基地とは、東京都小笠原村伊央島内にある、伊央島飛行場を海上自衛隊の伊央島航空基地隊と、航空自衛隊の伊央島分屯基地が運営、統制する実態を表す通称。飛行場運営者は、海上自衛隊であるが、基地の名称は用いておらず、所在の部隊は、厚木基地第四航空軍令下の、伊央島航空基地隊である。 航空自衛隊の航空機も、この飛行場を使用するが、航空自衛隊における名称は、伊王島分屯基地であり、イルマ基地の分屯基地として扱われる。陸上自衛隊は、不発弾処理の人員を派遣している。また、飛行場施設の一部は、アメリカ軍の洋島通信所とされている。基地にある滑走路は2650-60メートルの一本、のみだが、 2650、30メートルの平行誘導路がトラブルによる主滑走路閉鎖時に離着陸の可能な緊急滑走路として整備されている。海上自衛隊は航空基地施設の維持及び飛来する航空機に対する航空管制、給油、救難、司法警察業務、売店や食堂の受け持ち、航空自衛隊は伊王島における飛行訓練の統制や 広報支援業務などを担当している。他には、医官が常駐し、海上自衛隊の救難機に、航空自衛隊の医官が転乗して、七島、母島の救官救急搬送を行うなど、共同して、小笠原諸島の医療活動に当たっている。また、伊大島中流部隊には直接関係ないが、毎年夏に、海上自衛隊総会部隊が、伊大島近海で実機来付設。 実爆総会訓練を行っている。航空自衛隊は主に訓練用の航空基地として使用しており、本土から各種実験飛行、戦闘機部隊が飛来して演習などを行っている。その他に、広報支援業務として、イルマ基地から本島や南鳥島への輸送機の運用も行っている。陸上自衛隊は太平洋戦争中の不発砲弾処理などの 爆発物処理を数名の隊員で行っている。また、北関東防衛局の職員が施設整備工事を担当している。施設の一部は、日米地位協定による合意により、中流軍に提供が可能であり、洋島通信所として、日本本土における夜間離着陸訓練の実施による、騒音負担軽減のため、米軍艦載機による NLP が実施されることがある。 この NLP は1991年から開始された、伊尾島航空基地付近の空中写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成伊尾島は、東京とマリアナ諸島のグアム島、サイパン島を結ぶ民間航空路下に存在することから、民間機を含む緊急避難用としても用いられており、 自衛隊の専用飛行場にもかかわらず、国際航空運送協会の3レターコードが設定されている。実際に航空会社の旅客機による緊急着陸が起きた事例として、その他、戦没者異例のため、東京国際空港発の日本航空運航のチャーター便が1年に1回運航される。ありがとうございます。